はいどうも、本日9月21日なんですけれども、乃木坂の最新曲ですね、君に叱られたのフラギビということで、各タイプ1枚ずつ購入しましたので、早速開封していきたいと思います。ちなみに僕はジャケット結構気に入っております。あとですね、セブンネットのタイプ C と D って今まで3枚がデフォルトだったと思うんですけど、前のピンクロから2枚に減らされてるんで、また3枚希望してます。狙いのメンバーなんですけれども、特にやはりセンターのカッキーは、 狙っていきたいなと、水木、みなみも出たらめちゃくちゃ嬉しいです。あとはですね、アスカ、リリア、レンタン、クボちゃん、ヨダちゃん、タムちゃん、セーラ、サトリカも出たらめちゃくちゃ嬉しいです。それでは開けていきたいと思います。いきます。せーの。お、すこ引き。<laughs> いきなりアスカ出ました <laughs>。最先めっちゃいいですね。 これはこれはめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございますめっちゃ大事にしたいと思います続いてではタイプ C ですね開けていきたいと思いますいきますせーのおレナッチサビたコンパスであれ曲調めちゃくちゃ好きでそこからちょっと好きになってるんでこれもありがたいですね はい。では、ここから寄りになりますね。タイプ D、やっていきたいと思います。もう一人ぐらい、残り B 回で、狙いのメンバー出たら嬉しいですね。では、行きます。せーの。お、松尾美ーちゃん。あ、ちょうどこの、タイプ B のですね、もしも心が透明なので、ちょっとハマり中ではあるんで、嬉しいでされたいですね。途中経過はこちらの3枚ですね。はい。では、ラスト。 タイプ、A、開けていいいきたいと思います最後に、寄りなんでね、やっぱり。ネルのメンバー欲しいですね。もう一人。いきます。せーの。あやねちゃん。まあ、アスカ出ただけ。いいですかね。ちょっと2期生がね、あんまり、見ゆ長がいないんで、あんまりもう、求めてないんですよね、正直。ということで、まあ結果、アスカ、レナッチ、みゆちゃん、あやねちゃんということで、はい。 ま、明日か出てるんで、いいですかねはい。嬉しいです。ということで以上ですね。最後までご視聴ありがとうございました。